今回ね、育苗中の水やりについてお話ししたいなと思ってやってます。で、育苗中っていうか栽培においてよく言われるのが、まあ、水やり3年とか、ね、水やり5年とか、まあ、それだけやっぱかかると。水やりの方法を習得するのにね。だからこれはすごく重要な話だから動画にしといた方がいいなと思って、今回お話ししようと思っています。で、苗の場合ってまだこんだけ小さい状態っていうのはすごく繊細な状態で、病気にやられやすかったりっていうのがあるんで、そういう負担が少ない水やりを仕方をやります。まあ簡単に言えばこいつらに直接水がかからないようにやると。 なんでやるそれをそういうふうに水をかからないようにやるかっていうと、ね、ここの葉っぱにね水滴がついて、それがレンズになって葉が焼けるとか、そこから、病原菌が入ってちょっと傷もついてで入って、葉っぱが腐っていくとか、あとは過湿状態になって葉っぱにも水がついて過湿状態になったことによって病気が広がっていくとか、まあ、そういうことが考えられる。そして水がついた大きい水滴でポチャンとついたことによって、ね、ポチャンとついたことによって、その衝撃で傷がついて病気がなるとか、そういうこともあるんで、こういう小さい、まあ、双葉の状態の時、本葉も今本葉でできてるけれども、まだまだ小さい時は、そういうところに気遣って、この筋の間を通して水をあげていくというやり方になります。まあ、外であればね、浄土での口を、親指で塞いでちょこっとだけ出してちょーっとかけていけばいいんだけれども、お部屋の中だから、まあ、浄土は使わないんだけども、それで俺使ってるのが、まあ、逆さまで申し訳ないけども、このダイソーで買ったペットボトルにつける、ね、これペットボトルについてるんだけどもさ、おーっとちょっと待って、ペットボトルについてるんだけども、このスプレーのやつね、これをね、空気シュッシュってやると中に圧がたまるわけさ、ペットボトルの中に。でここを押すと水が出るんだけれども、これでまあ若干かかるけどもね、なるべくかからないように筋状にシューッとかけていくと。でこれだとほらスプレー状になってるから、太陽に水もかからないで調整しやすいからいいなと思ってやってます。まあ霧吹きとかそういうのでもいいんだけれどもね。で問題はこれで水あげたままにしておくと、ね、この徒長したって前動画にしたんだけれども、過湿状態になって、また徒長するっていう可能性も出てくるんで、その徒長を防ぐためにね、こういう、まあ、俺は爪楊枝でやってるんだけれども、この間を耕していくと、空気を含めていく。まあ、こうすることによって表面積が増えて、まあ、乾きやすくなる。要は余分な水分は抜けていくと、ね、蒸発して抜けていくっていう状態を作る。これで水を抜いています。いや、水がなきゃダメなんだけど多すぎてもダメっていうことで、下から抜けていくの量にも限界があるんで、こうやって上からも抜けていくように、間を溝をね、溝っていうかこうやって耕して空気が入るようにするという感じでやっています。で下もちゃんと水抜けてるかなってので、まあ、若干水ちゃんと抜けてるなっていう状況にあります。まあ、抜けてる分にはいいんでとりあえずこういう感じ。とにかく繊細だってことで、水がかからないように、葉っぱにかからないように、それがレンズになって葉が焼けたり、まあ、病気がはびこったりとかしないように、過湿状態になって、菌類とかが増えてこいつらが食べられないようにとか、あとはまあこの中の水が増えすぎて俺みたいに徒長させたりしないように、こうやって耕したり、水はこの間をかけてやる。でそしてこの間をね耕す、中耕してあげると。でこのサイズの時はまあこっち本場で始めてきたからそろそろだと思うけれども、最初のちっちゃい時は直根、まずまっすぐ根っこを伸ばすのね、種つが植物ってのは。でその後にこの直根の横からスッと出てくるんで、まあ多分あの側根なんだっけ、横の根っこが出てくるんで、まあこいつだったトマトはその状況に入ってるけども、こっちはまだそういう状況に入ってないんで、その直根を伸ばしている段階において表面だけ横が出てない時に、その周りをね
耕してあげる、中耕してあげるっていうこと、根も傷めないし、水もの量も調整できるっていうことで中耕すると、こうやってね、これによって表面積を増やし土を乾きやすくすると、ね、で空気も含まれるから根に酸素も供給されてちょうどいいと。種を植えるときに鎮圧したじゃん、ギュッギュッギュッってね、その時にそれはね水持ちも良くなるんだけども、逆に水持ちが良くなりすぎてこの段階においては良くない結果も効果も出るんで、それを防ぐために中耕するっていう感じで、まあこの2つやってもらえればいいかなと。ただやりすぎて根を傷つける、こっちガッてやったりするとよろしくないんで、まっすぐだけで、あまり深すぎずやって、まあそこはちょうどいい塩梅を探してやってもらうっていう感じかな、うん、だからこの2つね、水やりはこの筋の中、葉っぱにかけたりしないで、で多すぎた水っていうのは下から抜ける分もあるけれども、こうやって空気中に蒸散させるっていう、その2つの方法をとって水の量を調整すると。その量を調整を失敗するとね、この子のトマト、この子たちのように徒長させてしまうっていうこと。挽回する方法は、まあ、前回動画で話したけれどもね、深植えすればいいという感じです。だから水やり、この水やりは、まあ、水やり3年、水やり5年って言われるぐらい、まあ、繊細で、まあ、大変な作業だけれども、まあ、気を張ってやって、まあ、でも失敗しても、徒長しちゃっても、挽回する術はあるから、どんどん失敗して慣れていって、技術を習得していけばいいんじゃないかなと思います。まあ、こういう感じで水やりやってもらえれば。で、水分の量も調整して、下からも抜け、ね、下からも抜けて上からも抜けるっていう状況を作っていってもらえればいいと思います。とにかく直接かけない、ね、まあでも本当はね、こぼれだね、トマトとか畑に落ちてね、去年のが落ちて出てきたやつとかって、 雨風にさらされても元気に育ってるのを見れば、まあね、大丈夫なんじゃないかって思うけれども、やはりここ25個、トマトが25個、ナスが23個で、この25個と23個ね、の貴重な命をなるべく、まあ、9割できれば 100% 苗にして大きくして、収穫までこぎつけたいっていうことになれば、やっぱそういう繊細なところまで気をつけてやるっていうのも必要になってくると思うんで、やっぱり水を直接かけないでやって、多すぎる水は下からも上からも抜けるように中耕してあげるっていう形でやるのがいいんじゃないかなと思います。まあ、今回こういうふうな水やりの仕方をやってるよっていうこと、葉っぱには直接かけないで、やると。で中耕をして耕して、水分量の調整をしているっていうお話でした。まあ、何かの参考になればいいなと思って、今回動画にしました。まあ、参考になれば幸いですので、今回はこういう感じで終わりにします。